今回はシンガポールの有名中華料理やマレーシアスレンバンの人気ローカルグルメシューパを味わったグルメ情報のほか、マレーシア屈指のデザイナーズホテルと言われているザ・ルマのスイートホテルの部屋紹介をしたい。シンガポールから車で約6時間かけ陸路でマレーシアへ渡る際に遭遇した面白い光景などを含め、日本ではなかなか見かけないような映像をお届けしていくぞ。それではランチで食べたシンガポールの大人気店ナショナルキッチン by バイオレントオンのレストランが入っている美術館からご覧あれ。はい、今シンガポールの美術館に来ています。ナショナルギャラリーシンガポール。タクヤ君が悪いことしたからこうやってぶら下げられてる釣られてんだ、天井から。そう、悪いことしちゃって。自分で見ててもママ似てるでしょ。イナバウアーになってる。イナバウアーです。ちょっと今このレストランがですね、今から行くレストランが美術館の中にあるんですよ。ちょっとすごいですね、美術館の中にあるレストラン、かっこよくないですか。今美術館2階のですね、このナショナルキッチンというお店ですね。すごい内装が黒を基調にしたすごいおしゃれな内装になってます。このお店めちゃくちゃ人気あります。もう満席で予約しないと入れなかったんですけど、西洋人とか、あとアジア系も中華系、あと多分マレー系とかいろんな人たちいますね。でこのお店ニャンラツァイって言って、ニョニャ料理、ニョニャ料理、日本ぐらいニョニャ料理って言うらしいんですけど、ニョニャっていうのはもともとマレーの人と中国から来た人たちが結婚して、それで一緒になって融合していくことをなんかニョニャって言ってたらしいんですけど、そこから発祥した料理ということでニョニャ料理っていう風についてるみたいです。ニョニャ料理だったら実はテレビのドラマの中でちゃうニャンラっていうのを、あの大ヒットして、それでニャンラツァイは中国でも必要になりました。なるほど。でも要するにその昔 の、 あのマロッカとか、南洋とかに嫁いだ中国の女の子、もう小さい時から、花嫁修行って言ったらおかしいんですけど、そういうね、修行をして、洋服にアングラサイを作って、そういう感じなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ伝統料理ですね。そうです。楽しみです。これは盛り合わせですね。野菜とお肉、これチキンかな。で、あの、なんだろう。ニョニャ、辛いソース。こちらこのソース美味しい。美味しい。これは魚かなんかかな、唐揚げ。もう名前聞かない方がいい。多分チュールも答えられない。答えられない。いろいろ肉が混ぜてる。はいはいはい。つみれ。まあ美味しいってことで。はいはい。このソースなんか日本人には多分カレー風味って言うと分かりやすいかもしれないですね。カレーじゃないんだけどカレーっぽい風味。でもピリ辛ですんごい美味しいです。この野菜とかにつけて食べるとめっちゃうまい。焼き鳥みたいなものが来ました。これも。この辺のものを、肉とか野菜をこのソースにつけて食べるっぽいです。今んとこ味はどう？美味しいんですよ。おう、ユッキさんが今まで食べてきたニャンラツァイの中ではこれ伝統的な方なのかな。私は中国でしか美味しいニャンラツァイ食べたことないんですよ。はいはい。この前マラッカ行った時大失敗でしたので、はい、今日ここ美味しいと思うんです。ニャンラツァイって基本的にこのソースの味なんですね。これね、そう、このソース美味しい。シャガで食べてるよりもちょっと本番って感じがします、おー、そうなんだ。じゃあ食べる価値あるレストランですね、こっちはね。美味しいと思うんですよ。あの油も全体的に少なめで、なんかいい良質な油使って作ってるような感じで、結構あっさりしてます。あっさりしてるよね。おー、なんかすごいおしゃれなものが来ました。どう？おいしい。お菓子みたいなね、なんか作りのスイーツみたいな作りのエビが乗っててね。しかもこいつ辛い。あー、つけたの唐辛子のね。はいはい。こちらドライラクサになります。私が頼んだやつ。おー、エビのね、なんか揚げたものですね。ナショナルキッチン by バイオレットオンはシンガポールの有名な料理研究家のバイオレットオンさんが手掛けるレストランで、超人気店と言われるだけあって料理の美味しさも内装の豪華さもとても素晴らしいレストランであった。ではここからは渋滞にはまりながら車で国境を越えてマレーシアクアラルンプールへと進んでいく。今ですね、あのシンガポール側からマレーシアへ国境を越えて、渡ろうとしてるんですけど、だいぶ渋滞しててですね、車で行くとちょっとかなり待ちそうな感じです。どうですか、国境を越えなきゃいけないのに待たされるこの感じ。渋滞です、国境渋滞です。いやでも多分そんなにはかかんないんじゃないのかな。結
構な車の台数待ってますよ、これ多分。小哥，你觉得我们会要等多久？大概是这边进到马来西亚应该就要四十五分钟。45分钟？マジか。45分钟？是45分钟对吗？你说错了对吗？これわかるかな？大渋滞。後ろ。すごい、オートバイすごいよ。後ろもすごい渋滞。これオートバイすごい。シンガポールからマレーシア行くだけでもすごい大変だね。イミグレーションのかなり手前から始まった大渋滞は、結局その後も続き、僕らがイミグレーションを抜けてマレーシア側へ渡り着いた頃には1時間以上を経過していた。日本は海で囲まれているため、陸つながりで国境を隔てる国がないから、陸路で国境を渡る体験は個人的に2回目の体験となったが、シンガポール、マレーシア間のイミグレーション大渋滞はかなり衝撃的な光景として記憶に刻まれることになりそうだ。はい、シンガポールから車でもう出発すること2時間半、いや3時間ぐらい経ってるかな。空の色もね、ちょっともう暗くはなってないけど、まあ、夕方の天気に変わってます。今6時ぐらいですね、あの現地時間。はい、今ちょっと車を降りてトイレ休憩で、サービスエリアに来たところです。サービスエリア行きにも寄ったんですけどね、こういうちょっとキッチングカーみたいなところにこういう現地のお菓子とかここは売ってますね。はい、そういう屋台みたいなものが3軒かな、4軒かありますね。大体同じようなもの売ってそうですね、うん、飲み物とか。日光浴はした、コマちゃん。え、日光浴？この色さ分かります？あ、はい、あの紫外線浴びてちょっと黒くなったかもしれないです。どうですか、もう2時間半ぐらい今ね車乗っててお尻痛いけど。私は大丈夫です。あ、大丈夫ですか？なんか結構意外と元気。ああ、いいね。なんかちょっと車ね長く座ってたんでちょっと疲れてますけど、今日はね帰り着くのがちょっと遅くなりそうなんで、そうね、遠近法使わなくていいから。自由人だな、もう。この後ね、あのなんかちょっとやっぱり渋滞する時間帯なんで、であのマレーシアってもう渋滞すごいんですよ、キュガラランプールとか。だからちょっとそういうのでだいたい今6時過ぎなんですけど、9時ぐらいに着くみたいで、行きよりもだいぶ時間かかっちゃいますね。まだあとねちょっと多分これ半分も来てないのか半分ぐらいなのか分かんないけど、なんかどうしましょう、夜ねちょっとどっか寄ってご飯食べないと、もうクアルルンプールで食べる余裕ないんでね。なんだっけ、何食べるって言ってたっけ。なんかソーポーキューみたい、チャーシューをこうあの餃子の皮みたいな、揚げ餃子みたいなので包んだ、そういうものらしいんですけど、ちょっとそういうの、おそらく途中でどっかで食べに行く、ドローカルだと思います。ドローカルなものをちょっと食べに行きたいと思います。はい、今ですね7時半過ぎなんですけども、あのスレンバンという地域の近くにあるフロンシャオバオチェンっていう、この結構有名らしいんですけど、この焼き包むシャオバオっていうんですけど、はい、こんなところに来ました。ここで今から、夜食を食べたいと思います。これはドリアンのアイスクリーム売ってます。結構あのマレーシアドリアンのアイスクリーム食べれる場所いっぱいあるんですけど、僕ドリアン苦手でして、これ食べたことあるんですけど、もう何とも言えない、ドリアン苦手な人は多分食べれないでしょう、そういう味です。このシャオバオチェンですけども、はい、こんな感じの屋台式になってますね。で、はい、奥の方は、ちょっとねお土産とか買えるようなスペースになっています。これは中国でいう、はい、まあフォアっていう、なんだろうな、せんべいみたいなやつですね。あとお菓子、後ろにねもういっぱいスナック菓子とか、マレーシアの現地のお菓子がいっぱい並んでます。はい、こちらが売店になってます。あのこれがサオバオってやつかな、こういうのサオバオってこんな感じなものですね。そっちにいっぱいいろんな種類の並んでますね。ミニチョコレートパフとか、じゃあブラックセサミミニとか、こんな感じでいろんな種類のがありますね。味付けがちょっと違うみたいです。あ、これがシャオバオだな。シャオバオ美味しそうだな、見た感じは。ちょっと油っぽいのかなって感じはしますけど、美味しそうな香りがします。これ一番先に来ました。これがなんかここのおすすめの麺らしいです。なんかエビが有名な場所みたいですね、ここ。
どう麺は？悪くない。悪くない。エビはどうかな？エビ好きのユッキーからすると。悪くないけど。チャーハン中だ。これ皿うどんみたいな麺ですごい美味しいです。こっち2つ、品目。この野菜も美味しいです。あのなんか紹興酒使って炒めてる香りがします。これ卵豆腐っていうみたいになんかこんなです。まあ、確かに卵の味するような気がしますね。豆腐、揚げ豆腐っていう感じで美味しいですよ、これも。エビが来ました。これもなんかあのすごいおすすめの料理みたいで、この辺一帯がなんかエビが有名みたいですね。エビ、まあ、さっきのエビが美味しかったからこれも多分美味しいんだろう。いや同じエビだから。同じエビだもんね。うん、美味しい。おお、この店はどうですか？味はいいですよ。うん、ただちょっと屋台だから暑いね。暑いけど、うん、美味しい。このエビすごいんですよ。全く背わたがなく、うん、身がプリプリ、うまい。おー、そうなんだ、うん、あ、もう一品来た。このお肉めっちゃうまいです。これこれパイクって、うん、うまい。うまい。これマラシア叫マミパイク。マミパイク。なんかこれはかなり太めの麺の焼きそばですね。でこっちはレタスかな、レタスかなんかの炒め物です。どう、甘いんじゃないこれ。甘くない。全然甘くない。これね、なんていうのかな、上海風。うん、あ、上海焼きそば。焼きうどん。あ、焼きうどん。まあ、確かに太いもんね。うん、これは鶏です。鶏も来ました。こちらママテイっていう鶏肉みたいで、どうだろう。ちょこっとパサッとしてる部分食べちゃってるから。でも味付けはまあちょっと濃いかなって個人的には思いますけど、美味しいとは思います。野菜炒め来ました。これ美味しそうだな。うん。オムレツみたいな食べ物ですね。貝の炒め物が来ましたね。アサリみたいな。アサリみたいじゃなくてアサリです。おいしい。貝おいしそうだね。これ普通でございます。普通。ユッキーさんが、グルメのユッキーさんがもう食後にこれが止まりません。でもこれおいしくない？おいしいけど、しかもそのしょっぱい気もないし、うん、マジで止まんないね。これだけ食べて250リンギット、約7500円前後ですね。はい、今ですね、6時間以上かけてようやくホテル、クアラルンプール着いてホテルにチェックインするところです。はい、すごいね、あのここなんかデザインがすごい、すごいって言われてるホテルなんですけど、確かにこれロビー入ったところなんですけど、すごいな、あれバーかな。で、はい、ここね、螺旋状の階段がこんな風にあって、はい、すごいな、ここ確かにデザインが素晴らしいですね、はい、なんか黄金のドレスみたいな、ちょっと暗くてよくわかんないけど、あ、そうだ、ドレスですね、これ。おお、展示してます。で、中身はこんな感じで、今、フロントがあちらにあって、そこで今チェックイン中です。今回宿泊するザ・ルマは上海にある人気ホテルのザ・プリと同系列のホテルで、日本の帝国ホテルやパレスホテル東京などが加盟している世界の独立系高級ホテルが所属するザ・リーディングホテルズに加盟している。おしゃれで居心地いい独創的な空間とデザインは世界のセレブからも評価が高いという。では今回宿泊するグランドスイートの部屋を紹介したい。どうぞ。はい、入ります。おー、すごいデザイン、デザイナーっぽい。すごいね。すごいです。入り口左手にすぐ。いや、これ本当にデザインっていいデザインですよ。おお、トイレがまずこっちにあります。でね、はい。これ本当にあの。おお、すごい。まあ、テーブル。あ、ウェルカム。美しいホテルの感じですね。はい、なるほど。っていう感じですね。おお、これすごいね。なんかもう居心地がすごくいい空間が設計されてますね、これ。いや、それより、うん、あのマライシアってさ、はいはい、こういうものとかで全部弱いのよ。どれどれどれ。あの電気とか。あ、電気ね。ここね、うん、全部ね、ちゃんとしっかりしてる。あー、電気もね。あのマライシアってさ、なんか置物ってさ、うん、例えば私たちリッツとか泊まってても、うん、いまいちとかってあるじゃない、はいはいはい、ここデザイナーズなのにちゃんといいものを使ってるって感じ。あ、新しくないこれ。そもそも新しいと思います、うん、あ、こっちもなんかめっちゃおしゃれじゃん。そう、しかもベッドこういう感じだよ。いいかもよ。テーブルもあってね、ここでパソコン作業したりとかね、はい、はい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 、こんな感じでね。あ、ここすごいね、めっちゃこだわってるね、デザイン。
テレビもね、ベッドで寝ながら見れる設計になってて、そうそうそう、はい、だからキングサイズ、これほら、綺麗ですよ、はいはい、こういうね、細かい収納があったりするのも結構便利ですね。しかもほら、触ってみこれ、いちいち作りがいいですよ、うん、マレーシアじゃないくらい、あの、作りがいいです。マレーシアで今まで来た中でこれナンバーワンじゃない、ね、作りとか、うん、ほら、当たったじゃん。おサービスも良かったもんね、ゆきちゃんのプリ、ゆきちゃんのプシ、当たったじゃん。うわ、いちいちほら見て、ちゃんといちいちちゃんとしてるのよ、はい、いちいちちゃんとしてるね、確かにね、ね、あの、置いてるものとか、いいもの置いてるって感じがする、はい、はいはい、クローゼットもね、あ、かなり収納もいろいろ結構あります。そうそうそう、あの、ゆきちゃんが好きな、ほら、こういう鏡で化粧便利なんですよ。おお。ああ。ね。はいはいはい。いや、ね、本当に作りがいいですよ。ちゃんとしてるよ、ここ。本当だね。びっくりするくらいちゃんとしてますよ。こっちがトイレとバスタブ。おお、自動で開きますね。すごい。洗面台もほら、なんか金ピカ、金ピカで。しかも2つあって、はい、ほら、おー、ちゃんと、側も見て見て、ちゃんとこういうのもちゃんとしてる。なんですかこれ、あ、よくわかんないけど、これまあまあいいやつですよ。おー、うん、これもなんかちょっと、なんかすごいね、この蛇口、うん、この蛇口すごいな。お、すごいじゃん、これ日晴らしも、はい、多分昼間だったら綺麗だろう、ね、そうだね、今夜なんでちょっとね、もうよくわかりにくいような景色ですけど、うん、多分これ昼も綺麗です、うん、洗面所もね、はい、ちゃんとしてますよ、これシャワーも、あ、シャワーも2つあるんだ、違う違う違う、これトイレ、あ、これ反対がトイレか、本当だ、すごい、シャワーもなんかね、ブラックですごいおしゃれです、これほら、あ、ここすごいな、ここのホテル本当すごいです、で、こっちにもトイレが、玄関の横のトイレと合わせて2つ目ですね、はい、ここすごいね、いや、ここ小細工すごいですよ、さすが小細工、そうそうそう、ほら、見て、うん、はい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 、ここの中に充電器とか、これは、はい、充電器が、こういうものの中に、はいはいはい、これはこれは、あ、手紙とかね、こういうのね、はい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 、おお、まあ、ちゃんとしてますよね、素晴らしいですね、アメニティチェックです、これはね、ホテルのザ・ルーマの石鹸です。アメニティはね、多分比較的普通のものだと思います、これは、はい、歯ブラシとかね、はい、いろいろです、シェービングのものとかね、こっちとこっち両方洗面台あるんですが、おそらくアメニティがですね、男性女性で分かれてる可能性ありますね、違うよね、だってこっち今僕が立ってるこっち側ですね、こっちほら、ヒゲ剃り、これなんか、これなんか、そう、シェービングの、はい、だけどそっちはないでしょ、こっちはこういうのある、ん、何これ、メイクアップ、これはメイクアップのものとか、はいはい、シャワーキャップとか、おー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 、ちょっと置いてあるものが絶対違うね、これ綿棒とか、おーおーおー、これはバス塩、おお、あ、違う違う、全然違う、置いてるの、こっちは多分男性だ、これはネイルなんとか、あ、ネイルのはこっちにもあるけど、うん、あの歯ブラシとか、歯ブラシこっちにもあります、あのメイクのはこっちないね、少なくても、あ、メイクアップあった、はい、まあ、ただそっちの方がいろいろ種類多い気がします、何だか分かんないけど、なんか男女で違いがあるんだ、これ面白いねこちら冷蔵庫です、一回見せてください、こういう冷蔵庫です、あー、なんか置いてるもの自体はコーラとか、あのスプライトとか、うん、なんか、まあ、多分あとジュースとかオレンジジュースとか、うん、だけど形が面白いね、うん、スナック類、なんだそれ、あ、これは多分コロナ対応、ああ、あのほら、あ、本当だ、99%のほら、アルコールだ、アルコールとマスクです、おお、なるほどなるほど、お皿、グラス、あ、氷、うん、氷入れるね、はい、あ、コーヒー、あ、コーヒーだ、これお茶とかね、はいはい、でこっちがコーヒーメーカーで、あ、これはコーヒーカップ、うん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 、なるほど、ね、食器類ですね、はいはい、ポット、なるほど、にゃにゃにゃ
薬なんだろうね。飴じゃないこれ、多分飴だと思ってる。これは飴だな。ほらこっちは何、ジャッキーチェンの絵柄。あ、ジャッキーチェンじゃない、子供か。なんだこれ、子供に食べさせるようなものじゃないこれ。違うと思うよ。違う、いや分からんけど、うん、まあ、スナック系だとは思うんですけどねこれ、うん、なんだこれ、チョコレートじゃないこれ、キャラメルとか。これ多分全部無料だと思う。うん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 。ここからはザ・ルマの朝食のご紹介。ザ・ルマの朝食は定番のブッフェスタイルで、パンやサラダ、果物、グリル野菜やベーコンや卵料理などの洋食と、点心や麺類などの中華を中心に構成されている。果物やパンの種類はセントレジスクアラルンプールと比較すると若干種類が少なめだが、使用している食材の素材はベーコンやハムなど、一般的なホテルのブッフェで見かけるものよりも上質な素材を使用しているとユッキーさんは分析する。ちなみにユッキーさんはエッグベネディクトを注文した。続いてはザ・ルマのプールを紹介。オリエンタルな雰囲気を醸成した植木や木材を基調にした椅子やテーブルなど、豪華かつリラックスした居心地の良さを演出しているザ・ルマのプール。クアラルンプール中心部のビル群に囲まれている現実を感じさせない空間の設計はとても素晴らしいと感じた。プールサイドにはバースペースもあるので、ここでゆったりとした時間を過ごすこともできそうだ。こちらはプールから歩いてすぐに設置されたフィットネスジム。マシンの数は決して多くないので、トレーニーの方にとっては少し物足りないかもしれない。簡単な運動やトレーニング向きの設備と言えるだろう。それでは今回の旅の総括へ。マレーシア数日ね過ごして、セントレジスとここのザ・ルーマと泊まったけど、どうだった？セントレジスっていうのはやっぱちょっと KLCC の外れたところであって、うんうん、あの交通の便利と、うん、あと部屋が無駄に広い。広いね、セントレジスの方はね、うん、長期滞在するんだったら、例えば2週間以上とかだったら、うん、セントレジスの方が荷物もいろいろ置けて、うんうんうん、部屋もとても広くていいかなとか思うんですよ。あ、確かにね、確かに、ね、はい、セントレジスはもう収納スペースとにかくすごい豊富だもんね。確かに確かに、うん、ここルーマーっていうのはデザインがいちいち凝ってるし、細かいところ、うん、なんかマライシアっていうのはパッと見はすごい豪華なんだけど、うん、あのよく見たらスイッチがなんかちょっと歪んでるとか、うん、だからここだとそういうちっちゃいところ一個一個はまあきめ細かくていいかなっていう、うん、そうだね、そうだね、はい、日本とかの基準で考えると、少しあれこの部分おかしくないみたいな細かいところであるもんね、ほんとちょこちょこね、はいはい、確かに。例えばセントレジス部屋は広いんですけど、うん、でもあそこ浴室のあのカーテン、うん、6階くらい押さないと下まで行かないんですよね。そうだね、そうだね、途中途中で止まるんです、うん、ここだったらもうボタン一つで全部降りたりとか、ね、1階でね閉まるか、ね、そう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 、開くかだもんね。確かに2、3週間は止まるんだったら、うん、あえてセントレジスかもしれない。あ、部屋広いからまあね、快適だもんね、うん、確かに確かに。そう、ここはだから例えば、まあ、1週間以内の旅行、うん、でちょっとおしゃれに行きたいっていう時に選ぶかな、うんうん、そうだってセントレジスとか、まあ、ある意味フォーシーズンとかバランスリーもそうなんですけど、なんかこしゃれた場所ではなくても伝統ポンってそういう豪華ホテルっていう、もうなんか旅行地リゾートに来たいっていう気分、うん、あの味わい場合はここはいいかもしれない、うんうん、なあのやっぱフォーシーズンバランスリーリッツ、うん、まあ、セントレジスも同じ系統、うん、まあ、全部そういう、まあ、うん、ザ高級ホテルって終わっちゃうっていう。なるほどね。ということで、またどっかの動画を撮るつもりなので、ぜひその時は楽しみにしてください。バイバイ。じゃあね、バイバイ。